僕です、ハトムギです。今日はですね、リンドウツーリングっていうことで久しぶりなんですけど、まあ、さっきまでちょっと雨がね降ってたんですけど、まあ、雨の中出発するの嫌なんですけど本当は、まあ、雨も上がったんでね、ちょっと軽く林道ぐらいっていうことで、で今日は友達と一緒に来ております。しっとり湿って、まあ、埃が立たない状態なので、まあ、タイヤも噛むかなっていうところで、コンディションはまあ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 じゃないかなと思います。ちょっとなんか倒木が斜め倒木がまあいけるんですけどね、多いなっていうと思ったら、これはやばいですね、落ちたら。ですよね。結構それ助けてもらったんだよ。マジっすか。うん、危ねっけ。確かに、すいません。持っていいか。はい、持ってください。OK です。はい。せーの。このまま回して。すいません。すいません。すいません。危ないっすね。全部分かりづらいですけどラインをちゃんと読まないとダメですね。多分ツルツルのとこここっすよ。こっちでツルツル山だったら U ターンみたいな。そうですね。はい、滑るな。あ、滑る。
やめましょう。滑りますよ。やめましょう、ここ滑る。今日無理。普段から走ってないと多分今日は壊しますね。バイクをぶっ壊しますね、これ。ちょっと滑るっすわ。まあ、ヘタレということでね。ちょっとですね、ブレーキが効かないので滑って、ちょっと行ってもらってからじゃないと降りれないという感じですね、これ。さあ、行きましょう。もうブレーキを使ったらアウトなんで、もう一気に行っちゃいましょうっていう。よいしょ。滑る。あれ、セルがバッテリー弱くなってますね。晴れた時に行きたいな。やめましょう、アタックは。爽やかリンドツーリングということで。全然爽やかじゃないし、間違っちゃった道を。フロントブレーキをガッとかけるとフロントからスカッと行くということで、ブレーキ使えません、これ。マジっすか。途中であっと思ってもステンって。すごいね。スピードが足りないんすよ。ここの助走が まず僕たちなってないんで、もっと全開でいかないとダメですね。3速4速。できれば5速全開の方がいいんですけど、それはちょっとまだ。ちょっと練習しなきゃ無理っすね、これは。本当に綺麗だった。びっくり。ちょっと向こう行ってみます。